I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of JoJo's Bizarre Adventures. Eyes of Heaven, please enjoy. Oh, and Jotaro might be a little over-leveled. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。遊びたいモードを選びたまえ。よし、行くぞ。わかった。何者かし、オープンザゲーム。あなたの攻撃をする。自分の肉体を穴の中に巻き込む。光の速度を超え、この世の時を止める。まさに史上最高、無敵のスタンド能力。かなり浮かせた。くそ、くそ、どうしよう。かすか、おら、かすか、かすか、少し前すぎたか。私が見たいのは、さらにその先なのだ。お前のスタンドが秘めているものを見せろ。自分の肉体を穴の逃がさん。ディフォシーのさらなる段階だ。オラカスカだ。へえ、すごいな。やれやれというやつだ。もし次に会った時、その時は
お前のスタープラチナはディオのスタンドと同じタイプのスタンドだからこそ、お前の持つ遺体は奴に奪われずに済んだのだ。時間がないので手短に話す。私のそもそもの目的は聖なる遺体の全ての部位を手に入れること、ただのそれだけだった。だがそこのジョニー・ジョースターに無限の回転を打ち込まれて、回避する方法を見つけるために平行世界を飛び続けた。この基本世界と似たような隣の平行世界を行ったり来たりできる。それが私のスタンドの能力。平行世界は一つではなく、その個数は私にもわからないが、いくつも並んで存在しているのだ。そして私は奴と出会ってしまった。平行世界のディオか。そうだ、基本世界のお前たちは1988年の戦いでディオを倒した。だがそうならなかった平行世界があるのだ。その世界では奴はジョースター一行を返り討ちにし、思うがままに世界を支配していた。極限まで進化させたスタンドを操ってな。私は奴に捕らえられた。逃げることなどできなかった。奴のスタンドはとてつもなく強大で恐ろしい。そこが見えない。私に取り付いて離れなかったジョニーの無限の回転エネルギーは、奴が手で払っただけで消滅してしまった。ディオは自分が支配していた世界が無数に存在する平行世界の一つに過ぎないことを知ると、基本世界の支配を望み侵略を開始した。それでおめえは俺に何をさせてんだ。あの男を倒してほしい。私はディオに操られるふりをし、侵略に手を貸しながら奴を倒せる能力を持つ者を探していた。それがお前だ、ジョータロウ。あの男のスタンド、ザ・ワールド・オーバー・ヘブンがどのような能力なのか、いかなる秘密を持っているのか、私には分からない。探り出せなかった、残念ながら。しかしお前の持つ遺体だけが奴に奪われなかった。それは偶然ではないはずだ。信じてはいけない。この男は何かを企んでいるに決まってる。私は今真実だけを話している。私の行動は私利私欲でやったことではない。パワーが欲しいだとか
誰かを支配するために遺体を手に入れたいのではない。私の望みは我が国と我が国民の繁栄だが、今国どころか世界そのものがあのディオによって支配されようとしている。それだけは避けなくてはならない。ディオの能力の秘密を探り出し、奴を倒すのだ。そしてそれができるのは空城丈太郎、お前だけだ。ディオは配下に遺体を与えて、お前の持つ遺体を探し出そうとするだろう。ディオの配下たちを倒し、聖なる遺体を回収していくことがディオの打倒につながるはず。もう一つ伝えておくことがある。この基本世界に存在していたディオはすでに倒されたと聞いている。その亡骸は残っているのか。ああ、どういうことだ。やめろ、奴の言葉に耳を傾け。お前がそのように警戒するのはもっともだ。当然のことだと思う。お前が私を撃つために銃を隠し持っているのも理解できる。そうとも、お前がジャイロを撃った銃だ。これでお前を。まさか。違う世界から来たものとこの世界のもの、同じもの二つが出会えば消滅するのだ。このことを奴は知らない。おい待ちな、そりゃおかしいぜ。俺と50年先のジジイの俺は一緒にいるが、そんなことにはなってねえぞ。お前たちは時代こそ違うが、あくまで同じ世界のジョセフ・ジョースターだから、消滅はしない。だがディオは違う。あの男は平行世界の住人だ。この基本世界のディオの亡骸をぶつければ、ひょっとすればだが、奴に能力を使う間も与えず消滅させられるかもしれない。ディオの死体は朝日にさらして塵にした。もうどこにも残ってねえはずだ。そうか、それでは仕方がない。私の話はこれで終わりだ。信じる信じないの決定権は君たちにある。だが、正しい決断をお願いする。ぶっ飛んだ話をしていきやがったな。今更だけどよ、バレンタインは信用できない。でも遺体集めはやらなくちゃいけない。俺も同感っす。また最初から遺体集めかよ。時間かかるぜ。いえ、今度はずっと早く集まりますよ。我々の行く先々で向こうが待ち構えてるはずですから。じゃあバレンタインの話に乗るってことだな。
となると問題はやはりディオの能力だ。やつの力はさっぱりわからねえ。あの謎を解き明かさなきゃまた返り討ちに遭うぜ。ジョニー、ディオとの戦い、君の打ち出した攻撃は奴の拳で弾かれたように見えた。間違いないですか？ああ、いや、違う。弾かれたというよりも、かき消されたって感じだった。当たれば絶対に相手を仕留める爪弾が消えてしまったんだ。どうかしたのか？ディオの能力と僕のゴールドエクスペリエンスレクイエムは似ているように思うんです。僕のレクイエムは相手の意思や行動を無にして真実にたどり着かせないようにする能力だが、あの男の能力はその裏返し、奴の望む真実に必ず到達するというものではないでしょうか？何？さっきの戦いでは、奴は僕たちの攻撃が通用しないという真実を上書き…なんだそりゃ！むちゃくちゃだぜ！もしそうだとしたら、倒しようがねえ！でも、奴をこの世界にいさせてはいけない。何としてでもあの男の弱点を見つけ出す。僕は戦うぞ。奴のスタンドと拳を合わせた時、絶対的な悪を感じた。あの男は倒さなくては。遺体を取り戻し、ジャイロを戻す。僕の願いはそれだ。あの男がその邪魔をするというのなら、今度こそ即始末してやる。けっ、柱の男どもだけで手一杯なのによ、面倒くせえことを引き起こしやがって。やろう、ぶちのめさなきゃ気が済まねえ。世界がどうとか言われると話がでかすぎて実感がねえっつうか。でも今のままじゃ森王朝もめちゃくちゃになる。俺もやりますよ。俺は自分のことが知りたいだけだ。だがあの男を倒さなきゃ前に進めないってことは分かった。エンリコ・プッチに影響を与えたディオ、それだけでヤバいってことが伝わるわ。奴の能力は封印しなくてはならない。そうでしょ、父さん？やれやれ、ディオに奪われた聖なる遺体を取り返して、操られた仲間たちを元に戻し、ついでにスタンドの秘密を解き明かして奴を倒す。ちょっぴり疲れるというところか。
ここに遺体を持つ奴がいるのか。なるほど、あいつか。しんどい野郎だが仕方ない。おやおや、一別以来あのお方にディオ様にこっぴどくやられたそうじゃないか。世間話に来たんじゃねえ。要件を言うぜ。おめえの持っている聖なる遺体とこちらの遺体をかけてギャンブルしな。ほう、へえ、なかなか興味深い提案だな。だが私はそんな話に乗ると思うのか。俺の魂を上乗せする。何？もちろんお前にも。それに見合ったものをかけてもらう。てめえにディオのスタンドの秘密を喋ってもらう。今回は椅子から転げ落ちねえんだな。くだらん見えすぎた挑発はやめろ、ジョー太郎。ディオ様の能力について私よりもはるかに詳しく知っている人物に心当たりがある。そいつの名前をかける。それでどうだ。いいだろう。では例の言葉をもう一度はっきりと口に出して言ってもらおうか。俺の魂と聖なる遺体をかけよう。ヘッダー。オーケー、オープンザゲーム。ゲームを始め。私の名はダービー、 D-A-R-B-Y。 D の上にダッシュがつく。 OK、 オープンザゲーム。コールグッド。さて私はレイだ。コール。グッド。だろうと舐めてかかってはいけないという教訓として反省することにしよう。コール。グッド。ここは様子見で。コールだ。勝負。ワンペア。さて私はレイズだ。コール。グッド。ミカ様を見破るとは見くびっていたようだ。
怖い怖い、その表情。ここは様子見でコールだ。ゲッタ勝負ワンペア。ネクストゲームだ。ゲッタここは様子見でコールだ。ゲッドさて私はコールだ。勝負ツーペアだ。ネクストゲームだ。さて私はコールだ。レイズゲッドさて私はコールだ。怖い怖い、その表情。ここは様子見でコールだ。コール。ゲッド。勝負。ゲッドだ。敗北するなど。てめえの負けだぜ。一つ聞かせてもらおうか、丈太郎。なぜ時を止めなかった。今日の私は絶好調だった。どんなスタンドでイカ様を仕掛けられても必ず察知していたはず。この私を見下したのか。時を止めた程度でおめえに勝てるとは思えなかった。時間を止めたその先に罠を仕掛けている、そう思った。だから使わなかった、それだけよ。使
くづく不愉快なやつだ。持っていけ。エンリコ・プッチ。それがディオ様の能力を知る者の名前だ。副官とでも言おうか。ディオ様の補佐を務めている。それに未来のお前と因縁浅からぬ男だ。私ならディオ様に再戦を挑む前にまずプッチを捕まえて情報を聞き出すな。もう一つ教えてやる。ディオ様の能力と私のオシリス神には共通点がある。それは魂に関係があるということだ。もっとも私は楽しみのために魂を集めるが、ディオ様は力を発揮するために魂を必要とする。魂。カイロで焼き払った奴のノート。あのノートに書いてあったことと何か関係があるのか。そいつはどういう意味だ。さてね、私にはっきりわかるのはオシリス神のことだけだよ。私の持っている情報はこれで全部だ。さっきも言ったが、ディオ様の能力を知りたければエンリコ・プッチを探したまえ。やけに詳しく教えてくれるじゃねえか。私はギャンブラーだからな。奇跡を売り物にする神父とは相性が悪い。それにお前の魂をディオ様に消されては困る。コインアルバムに特等席を用意してやっているのだからな。私はしばらくの間ここにいるつもりだ。ギャンブルがしたくなったらいつでも来るといい。
ぞ空城城太郎。我が軍の名において貴様の遺体を徴収させてもらう。痛い目見たくなきゃよ。てめえ、おとなしく遺体を出しやがれ。おめえやっと元に戻りやがったな。うぬぬ、ここはシュトラハイム、目覚めたかよ。ジョジョか。やれやれだぜ。見つけたぜ、テロリストども。どれ、悪党の相手をせねばなるまい。
覚悟はいいかな悪党ども。今ここでぶっ潰す。完膚なきまでに言おう。ゼペリさん、この状況を脱出するためだ。オープンザゲーム。攻撃をする。自分の肉体を穴の中に巻き込む。スルームパッチ。うわっ、セキュー。最高に分かるぞ。どうした、もう息が切れてきたのか。その程度の実力でこの足にかけるとどうだよ。スルームパッチ。自分の肉体を穴の中にまくる。擦り傷、剣が刺さりそうになるよ。攻撃をする。最後は今わかるぞ。何が自分の肉体を穴の中にまくる。どうして、どうなってるのだ。Thank you.
ょ、セペリさん。ここはロッキー山脈の村か。おいジョニー、こりゃどういうこった。なんでこんなところに戻ってるんだ俺たち。ジャイロ、僕のことがわかるんだな。ということなんです。そのようなことになっておったとは。よしジョジョ、わしらも同行させてもらうぞ。ありがとうございます。これで千人力です。
奇妙な冒険が始まるぞ。 Please like, share and subscribe.